と1週間でシワスです。先生が走る年末ね。走るのは先生だけじゃないと思うけど、とにかくもうすぐ年の瀬です。今回は先週に引き続いて同時配信している音楽科総合コースの作品発表会からのサーカスのクリップにちなんで、その詩の作者中原中也のトリビアです。今年の創作音楽劇の主人公ね。そうです。毎年共通教育科目の創作表現っていう講義で、芸端の4学科の学生が全員で協力して作る舞台のね。いつもは大分市の音の泉ホールで12月に公開されるんだけど、今年は無観客で演じて舞台を撮影した動画を DVD にします。完成したものは芸端の図書館で見ることができるし、借りることもできます。今までモーツァルトから始まって、ラファエロ、ショパン、シューベルト、滝廉太郎、モジリアーニ、メンデルスゾーン、ボッティチェリ、ビバルディ、ドボルザークの生涯を同じように創作音楽劇にして DVD が全部図書館にあります。なおちゃんも去年出演したのよね。アメリカにドボルザークを招いて新世界を作曲してもらったパトロンの役ね。皆さんぜひ見てくださいね。ということで、中原中也です。今までは画家や音楽家だったけど、今回は詩人なのね。そう、1907年明治40年4月29日に生まれて、1937年昭和12年に亡くなった詩人、歌人で翻訳家。誕生日が昭和天皇と同じなのよね。30歳で亡くなってるの。実家はお医者さんなのよね。代々開業医である名家の長男として生まれ、跡取りとしてお医者さんになることを期待されてたんだけど、8歳の時に弟さんが風邪で亡くなられたことがきっかけで文学に目覚めたって言われてる。生涯で350編以上の詩を残したの。生きているうちに出版された詩集はヤギの歌の一つで、亡くなった後にアリシヒの歌が出た。ランボーやアンドレジートの詩も訳してるんだけど、中学3年の時に一人で京都立命館中学に編入して下宿してた。そこで知り合った3歳年上の女優長谷川靖子さんと知り合って同棲しちゃう。早熟の天才ってことね。同じ頃京都にいた6歳年上の詩人富永太郎と仲良くなるんだけど、そこからいわゆる文壇関係者と知り合いになっていく。その頃はダダイスト新吉の歌っていうのを読んで衝撃を受けて、仲間からはダダさんって呼ばれてた。富永さんが12月初旬に喀血して東京に帰ると、中也さんも靖子さんと一緒に東京へ出ちゃう。そこで今度は東京大学の学生だった小林秀夫と知り合うんだけど、靖子さんに惚れた小林さんが彼女を中也さんから奪っちゃう。そもそも中也さんは学生で、豊かな実家の仕送りだけで生活していた男なんだけど、結構喧嘩早くて小林さんとも何度も言い合いしてた。中也さんは富永さんも怒鳴り飛ばしているし、当時の名だたる小説家や詩人とも殴り合いの喧嘩をしていたのよね。1928年には諸井三郎っていう作曲家が中也さんの臨終と朝の歌っていう詩に曲をつけてくれたりした。同じ年にお父様が亡くなったんだけど、母親の福さんは髪を伸ばして高等生活を送っていた中也さんを葬儀には呼ばなかったの。福さんは後で後悔したみたいだけど、中也さんは靖子さんのことをずっと思ってたみたいで、靖子さんが小林さんと別れた後、築地小劇場の演出家の子供を産んだ後も何かと世話を焼いてた。中也さんは東京外国語学校専修科フランス語科に入学したんだけど、今度は4歳年下の構造さんが亡くなっちゃう。今度はちゃんと葬儀に出席したんだけど、相当ショックだったみたい。1933年外国語学校を卒業するんだけど、就職はしなくて近所の学生にフランス語を教えてた。そもそも中也さんは一度もちゃんと働いてないのよね。だいぶ後で NHK の入社試験を受けるんだけど、面接で簡単に落とされちゃう。書いた本が最初に出版されたのはランボー詩集学校時代の歌。この本は結構売れて、中也さんは小林さんと2人でランボーの翻訳家として有名にはなるんだけど、印税契約はしていなかったから収入は翻訳料だけ。その後中也さんはお母様の見つけた貴子さんと結婚して自分の子供を作るのよね。文也くん、同じ年の11月ヤギの歌が高村光太郎の装丁で販売される。
でもこの頃から体を崩してて、実家で生まれた長男に会いに行くんだけど肺病になっちゃう。ヤギの歌で評価され、1935年に一人で上京して文学界の編集責任者になった小林秀夫さんのつてで毎月新作の詩も発表してた。でも相変わらず収入は少なくて、実家からの仕送りが頼りだったのは変わらなかった。3人の暮らしはそれなりに幸せだったんだけど、溺愛してた文也くんが小児結核で亡くなって、純也さんは精神的に崩壊しちゃう。同じ年の12月に次男が生まれるんだけど、癒されることはなくて翌年亡くなっちゃうの。波乱の生涯は DVD で見てくださいね。ということで今回はここまで。それでは皆さん、ごきげんよう。